皆さんこんにちは、ママライフ12のママです。マリムです。デムです。はい、今日はこっちにゴミ袋、なんか白い袋があるけど、今日はなんか今アメリカの子供たちに流行っているタイダイ作り、あのなんか洋服に色をつけてマーブルとか、例えばこんな白黒だけど、こんな感じの洋服を作っていきたいと思います。では作ります。まず最初にこの容器に入る粉みたいなやつを、その水を入れて、水を入れて、そして全部で10色あります。じゃあそして手袋をつけて、洋服買ってきた、最大洋服。はい、で自分の今から水を入れてきます。はい、こんな感じで水を入れて、下になんか粉がついてないかやったので、やったので、次は、こんな感じ。どんどんついてない。で、洋服を開けて、自分のはあるから、自分のっていうか、これもうあるし、これ開けていきたいと思います。で、そしてゴムもある。まあ、これ外しとこうかな。一つ目、二つ目、いっぱいある。いっぱいある。よいしょ。あ、これ。はい、こういう形から。でやって、でそれでこのゴムで押さえる。
こんな感じで。で、これを袋に入れて、1日待ちます。はい、今2枚目の洋服で、今マリムがハマっているアニメの鬼滅の刃のねじこっぽい、ねじこっぽいの着物っぽいように塗ります。これで終わり、うん、完成。こんな感じで、ピンクと濃いピンク、うん、はい、はい、今度はママが作りたいと思います。ママはどうやろうかな。じゃあバラを見、じゃあ1日待って洗ってそれから見せますね。はい、24時間経ったのでまず最初に水洗いします。ママだじゃない、マリムだ、マリムだ、マリムだ、水冷たい水で洗い、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 どんななんだろう、めっちゃいいじゃん。洗いまーす。おー、わー、すごい、まあ、中までやっぱ染み込んでなかったな。大丈夫や、すごい、はい、全部洗っていきます。胃腸は水で流して洗剤で洗って絞って干してます。はい、これ、はい、マリムさんがやった体大、中まで浸透してなかった、なんか弾いてたんだよね。はい、次、ま、ママがやったやつ、はい、あ、ちょっとはい、これはママがやったやつ、全然中に浸透してない。はい、後ろ、後ろがやばい、後ろがなんでこんなに色ついてんだろう。はい、ウィンはい、前日風に滞在やったらしいです。ねずこ風の洋服、あ、滞在黒があればよかったけどね、うん、黒なかったし、だからなんかピンクと、はい、これで全部です。はい、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンも押してね。バイバーイ、ね、バイバーイ。
バイバイ。